チャンピオンベルトが NWA のサム・マソニック NWA 会長に一時預けられます。挑戦者のドリーファンクジュニアが紹介されました。非常にかっこいいチャンピオンです。 NWA 世界ヘビー級チャンピオンジャック・ブリスコ。さて、解説の方は東京スポーツの山田隆さんでお送りしてまいります。山田さん、まずズバリ予想を聞きたいんですけれども。そうですね、私の予想ズバリ申し上げると、ジャック・ブリスコ危うし、チャンピオンが変わる可能性が多分にありますね。何しろブリスコの場合ね、ジュニアに対しては非常にね、タイトルをジュニアから取ったわけじゃないんで、心理的にね、圧迫感を覚えてると思うんですよ。その辺ですね、ポイントは。さて、期待のゴングが鳴りました。 NWA 認定の世界ヘビー級タイトルマッチ、チャンピオンはご存知のジャック・ブリスコ。身長が188センチ107キロ。挑戦者が元 NWA 世界ヘビー級チャンピオン190センチ105キロドリー・ファンクジュニアであります。水色のトランクスをつけましたのがチャンピオンのジャック・ブリスコ。一方の濃紺のトランクスをつけたのが、今夜は挑戦者側に回っておりますドリー・ファンクジュニアでございます。さて、山田さん、はい、このジャック・ブリスコがですね、来日を果たしまして、タイトルを取ってから初めての来日、通算して3回目の来日なんですけれども、新春チャンピオンシリーズずっと遠征してまして、調子の方はどう見てますか？まあ文句なしと言っていい調子ですね、それで体とか動きとかということよりも、私はやはり精神面での大きな成長、はい、これはやはり世界タイトルを取ったということ、こういったものを重視したいですね、はい、それにも増しまして、このアメリカのですね、マット界のビッグスリーと言われる選手が今来日しておりますけれども、特にこのジャック・ブリスコ対トリー・ファンク・ジュニアの一戦というのは、もう二度と日本では見られないと言っていいほどの好カードじゃないでしょうかね。もう本当にね、これは私 NWA のサム・マソニック会長に直接聞いたことなんですけれども、アメリカでもこのカードはそんなに簡単に実現するもんじゃないと、はい、まして日本となるとですね、本当に二度と見られない。しかもこの2人ですね、まあご承知のようにドリー・ファンク・ジュニアは元世界チャンピオン、しかもそれも4年3ヶ月という長きにわたって王座を保持した強豪中の強豪、はい、もちろんストロングスタイル、そしてこのジャック・ブリスコというのもですね、現在のチャンピオン、アマチュアレスリング界ではですね、もう鳴らしに鳴らしたテクニシャンである。この2人の対戦はもう言うまでもなく、レスリング、プロレスリングの真髄をね、見せるんじゃないかというふうに予想します、はい、これからの試合展開ね、私もじっと見守っていきたいんですが、本当にプロレスリングの醍醐味というものをたっぷり味わわせてくれるんじゃないかと、そういうふうに思いますね、はい、東淀川体育館超満員でありますけれども、お客様の方もそのプロレスリングの真髄を見ようとひっそり感としております。頭を取っておりますのがドリー・ファンク・ジュニアです。チャレンジャー、この選手です。32歳になりました。1942年インディアナポリスの出身でございます。山田さん、今日もしですね、この一戦でブリスコを破れば8ヶ月ぶりにタイトルを奪還することになりますね、ジュニアは。そういうことになりますね、まあもちろんジュニアからタイトルはハリーレースに移り、そしてそのハリーレースをジャック・ブリスコが破ったわけですけれども、はい、ジュニアはその後何回か王座を取り戻そうということで挑戦してますね。そうですね、しかし、試合に負けてはいませんけれども、なかなかやはり一度手放した王座は手に入らないと、戻ってこないということを実感として悟っていると思うんです、はい、それだけに今日の一戦、非常な闘志を燃やしてぶつかっているように見受けられますね。聞くところによりますと、来日1週間前にテキサス州のダラスで
ドリーファンクジュニアはこのジャック・ブリスコに挑戦を申し入れて引き分けたそうですね。そうなんです、非常にこれもね、好勝負でして、はい、もうお互いに全く五分と五分、もうタイムアップ寸前までの大激戦というふうに伝えられてますね。そうですね、両選手の体がだいぶ温まってまいりました。大技が出始めております。キャンバス上ブルーのトランクスがチャンピオンのジャック・ブリスコ、ノーコンのトランクス、今頭を取られております。ドリーファンクジュニアでございます。力比べです。どちらかと言いますと山田さん、チャンピオンのジャック・ブリスコは防御を主体としたチャンピオンということを言われておりますけれども、日本にやってきてからのこのシリーズではかなり積極的に攻めているところも見られてますね。はい、変わってきてますよ、むしろね、私はこの場合にディフェンス面を重視するのはジュニアの方であって、はい、もうチャンピオンのジャック・ブリスコは積極的に攻めまくってるような感じしますね。なるほど、このシリーズに関して言えばドリーファンクジュニアが強烈なヘッドロックから腰にジャック・ブリスコを乗せようとしております。キャンバス上の真ん中で試合が行われております。序盤戦はゆっくりした出足であります。ジャック・ブリスコ対ドリーファンクジュニアの NWA 認定の世界ヘビー級タイトルマッチ、60分3本勝負で行われます。リング上手4つの体勢になりました。力比べ、ドリーファンクジュニアが32歳、チャンピオンのジャック・ブリスコが33歳であります。アメリカではこの両者はたびたび対戦をして、ドリーファンクジュニアが NWA の世界ヘビー級チャンピオンを持っていた頃にこのジャック・ブリスコが盛んに挑戦をしたそうですけれども、どうしても勝つことができなかったそうですね。そうですね、今でもあの語り草になっているのはですね、はい、フロリダのセントピータースバーかどっかで1時間フルタイムやって満員の観衆をですね、もう熱狂のルトボに叩き込んだという、もう好勝負中の好勝負ですね、はい、しかし勝てなかったと。それほどあのジュニアという人の実力はですね、大変なものを持ってるわけですね。なるほど、左の腕をロックしております。チャンピオンのジャック・ブリスコ、 NWA の世界ヘビー級チャンピオン、第48代目の世界ヘビー級チャンピオンでございます。昨年の夏7月の22日ヒューストンのコロシアムにおきまして、ハリーレースを倒しましての NWA 認定の第48代世界ヘビー級チャンピオンとなりましたジャック・ブリスコ、左の腕を殺しに行っております。チャンピオンドリーファンクジュニアがスタンディングポジションを取りました。大きく投げ飛ばす。しかしジャック・ブリスコ、ドリーファンクジュニアの左の腕を完全にロックに固めました。離しません。なんとか振りほどきたいドリーファンクジュニア。山田さん、はい、挑戦者のドリーファンクジュニアは昨年の48年、1973年は大変不幸な年で、お父さんのシニアを亡くしましたですね。そうですね、まあそれもね、自分のその保持してきた世界タイトルを失った直後にまたもうお父さんを亡くすという二重の不幸ですね、はい、これはもう一時はねがっくり言ってたんですけど、さすがにあの根性のある人ですから、はい、見事なカムバックぶりを見せて、今日などやはりもう世界のですね、文字通り超トップクラスと言っていいですね。はい、さすがにこのあたりは高度なテクニックを披露しております。世界ヘビー級チャンピオンジャック・ブリスコ、ジャック・ブリスコのあの腕殺しですね、ジュニアが非常に嫌って離そうとしてますけれども、二段構えでかけてるんでどうしても離れませんね。はい、ハイスクール時代は3年間アマチュアのチャンピオンでしたジャック・ブリスコ、大学に入りましても全米チャンピオンを2回獲得しておりますジャック・ブリスコ、出身はオクラホマ大学でございます。尋問科学を専攻したインテリのレスラーでありますジャック・ブリスコ、一方腕を取られておりますドリーファンクジュニアも大学卒のインテリレスラーでありまして、テキサスはウェスタン大学で教育学を専攻しております。ドリーファンクジュニア、共に頭脳的なプレイヤーと言えましょうね。そうですね、もうやはり、
アメリカでもですね、どんどんこういった大学のしっかりした学部を出たですね、非常にその頭のプレーをするような選手がたくさん出てきてますがね、その中でもこの2人はずば抜けてですね、インサイドワークのいい選手ですね。そうですね、はい、ビッグ3のもう一角ハーリーレースはミズリー教育大学で心理学を専攻しております。さあ両者の動きが速くなりました。こっちを取りました。さあどうだ、回転エビ型にいった、あった、カウント2です。ドリファンジュニア挑戦者の動きが非常にいい。しかし早くもジャック・ブリスコ、先ほどからずっとロックに固めております。左の腕を早くも取りました。抜け目のない積極的な攻撃を展開するジャック・ブリスコ。ドリーファンクジュニアの荒馬のような攻撃が今のところ影を潜めてますね。まだどちらかというとぴったりくっつき加減のブリスコのペースと言っていいんじゃないでしょうかね、はい、しかし積極的な攻めという点ではジュニアの方が上ですね。またしても左の腕を固めます。チャンピオンのジャック・ブリスコ、この山田さん、左の腕を固めているという作戦は何が狙いなんでしょう。これはね、相手の動きを封じると同時にですね、やはりかなり痛烈な痛みを感じさせて、スタミナを奪おうということですね。やはりね、痛みをこらえるということはかなり人間スタミナを失う恐れがあるわけですよ、はい、この2人の場合どちらかがですねペースをつかむとしたらやはり相手のスタミナを奪う以外にないですね。なるほど。しかも手というのはですね、両方の手が同じように効いて初めて効果を上げるものですから。ショルダーアタックです。ジャンプをしたドリームジュニア、キャンバスから1メートル30センチぐらい飛び上がりました。速い技です。巻き投げ一閃、ジャック・ブリスコ、うまいですね。まあ速さというのはですね、ちょっと今までに類がないですね。しかもそれは1回だけやるならばさほど不思議じゃないんですけども、何回も繰り返してあんなに早く自分の体勢を立て直すことができるという、このあたりがやはりずば抜けた名人芸と言っていいんじゃないでしょうか。スピードのありますチャンピオンジャック・ブリスコの技であります。またしても左の腕を背中の方に回しました。ハンマーに決めようというジャック・ブリスコ、果敢に左の腕を攻めまくっております。まあ、これだけね、世界チャンピオンとして自他ともに許す実力者でありながら、レスリングの基本技、つまり一箇所に集中攻撃をするという基本的なね作戦をきっと守っているあたりは立派ですね。はい、左の肩から腕にかけましての関節のあたりをクローに行っておりますジャック・ブリスコです。こういったね、その好試合のやり方というものをですね、若い選手なんかを大いに見習って、はい、自分のものにしてほしいですね。そうですね、はい、今日もこのタイトルマッチを見ようと全日本系の若手のレスラーは全部リングサイドを取り巻いてますね。そうですね、もう文字通りこの試合が教科書ですからね。ブリッジに持っていきますドリーファンクジュニア、しかしジャック・ブリスコの力の方が上回ります。ブルーのトランクス、ジャック・ブリスコ、 NWA の世界ヘビー級チャンピオン、挑発です。ブリッジでなんとか逃れようとするドリーファンクジュニア、今の腕をですねハンマーに決めておいて8回に抑え込むやり方、アマチュアでよく見る技ですがね。そうですね、非常にああいうところはブリスコはうまいですね。足を取りましたドリーファンクジュニア、やっと手をほどきました。さあ挑戦者のドリーファンクジュニアの攻めが見られそうです。足殺しはドリーファンクジュニアとしては18番中の18番であります。まあこの2人の技比べということになるとですね、ドリーファンクジュニアにはそのファンク系代々に伝わるですねスピニングトーホールドという技がありますね、はい、回転足首固めですね。そういうことです。それで一方のですねこのチャンピオンジャック・ブリスコにはフィギュア4レッグシーザーズ、いわゆる足4の字固め、はい、これは師匠のエディ・グラハム譲りと、2人とも足殺しの宝刀を持っているだけにこの駆け引きというものも非常に興味を呼びますね。そうですね、力の入ります両選手、 NWA の世界ヘビー級タイトルマッチ
ジャック・ブリスコ対ドリー・ファンク・ジュニアの一戦、60分3本勝負。まだ1本目の勝負はついておりません。背中に上半身を乗せました挑戦者ドリー・ファンク・ジュニア。いい形ですね。いい形ですね。これね、もう一方の足をですねロックしてダブルレッグロックに持っていって、あの形に入るといわゆるそのブロンコバックブリーカーですね、牧道流背骨折りとでも言いましょうか、はい、一種の棒固めとも言いますし、非常に強度な背骨とですね足といわゆる全身を痛めつける技ですね、高度な複合技を展開しておりますドリーファンクジュニア。背中に乗りました、馬乗りの体勢になりましたドリーファンクジュニア。前半は左の腕をロックに固めたジャックブリスコ、この辺りはドリーファンクジュニアが徐々に挽回をしております。うまい攻めですよですね。ジュニアはねちょっとボディシダンの形になってまして、しかも腕を逆に決めてますからね、はい、これはブリスコ苦しいです。そうですね、はい、ドリーファンクジュニアの両足はどうに巻きついてますか。巻きついてる感じですね、はい、そうですね、完全に巻きつきました。下半身はボディシザースに行っております。ジャックブリスコなんとか手の攻撃はかいくぐったようであります。この体勢ですと両方の手が空いてますので、ドリーファンクジュニアとしてはスリーパーホールドにも持っていけますね。そうですね、いわゆるフェイスロック、チンロック、スリーパー、はい、ありとあらゆる可能性が出てきますね。チャンピオンのジャック・ブリスコの下半身を止めました。強烈です。締め上げますドリーファンクジュニア。これは形としてはフェイスロックですね。片っぽの手が遊んでますけれども、相当効いてるようですよ、はい、昨年はお父さんのドリーファンクシニアを亡くしまして、この日本におきましてファンク一家の再建の期待を担っておりますドリーファンクジュニア。弟のテリーファンクもこのジャック・ブリスコに挑戦したことがありますが敗れております。なんとしても勝ちたい一戦でありますドリーファンクジュニア。完全にセミのようにチャンピオンのジャック・ブリスコにぴったりと体を預けましたドリーファンクジュニア。力のありますジャック・ブリスコ。抱え上げてロープに持っていきました。この辺はフェアに分かれますか。ドリーファンクジュニア、ジャック・ブリスコ、フェアに分かれました。拍手が起こります。大阪市東淀川体育館。しかし山田さん、チャンピオンのジャック・ブリスコの腰のあたりを相当抑えてますので、かなり効いてるんじゃないでしょうか。ダメージは大きいですね。そうですね、相当執拗にですねボディシダーズ背骨をむしろ気にしているようですね、はい、右の手を腰に回しまして背中のあたりをさすっております。チャンピオンジャック・ブリスコ、ブルーのトランクス。それにしましても1本目かなり時間が経過しているんですけれども、両選手山田さん汗一つかいておりませんね。やはりね、もう試合前もですねちょっと控室を覗いたんですけれども、非常に入念にねトレーニングしてましたね、はい、もう絞り込んでるという感じですね。そうですね、このジャック・ブリスコの持ちます NWA のタイトルを虎視眈々と狙っておりますドリーファンクジュニア、そしてハリーレース、日本のジャイアントババ。長崎大会におきましてはそのジャイアントババとは引き分けております。広島でハリーレースの挑戦を受けて、これまた引き分け防衛に成功したわけですね。とにかく2連続防衛ということですね。プロレスラーとしてはですね決してそんなバカでかいという体格ではありませんし、ルックスがですね非常にハンサムなんで、まあ実力を疑う向きがありますが、文字通りの実力者、決してオーバーに言うわけではありませんけれども、素晴らしい選手ですね、はい、噂によりますとエリートチャンピオンというような風評もあるようですけれども、しかし弟さんのジェリー・ブリスコに言わせますと非常に努力をするお兄さんであるということを言っております。ヘッドロックに固めました。頭を取られておりますドリーファンクジュニア。
があります。ドリーファンクがヘッドロックを離そうとするところ、力でさらに締め上げます。ジャック・ブリスコであります。やはりお互いにこう作戦の展開を見てますとね、痛め技でなんとか自分のペースをつかもうということに非常に努力してますね。先ほどのそのジャック・ブリスコの腕殺し、続いてジュニアが見せた足殺し、そして今度のヘッドロックですね。一連のこの痛め技というのはみんな相手のスタミナを奪って自分のペースをつかもうという作戦の一端ですね。そうでしょうね。高い姿勢になりましたジャック・ブリスコ、どうしてもね大技というのはねかける方にも隙が出ますから、相手がこういう実力者だと難しいんですよね。さあアトミックドロップに行くか、膝を狙いましたドリーファンクジュニアです。ウェイト的にはチャンピオンのジャック・ブリスコが107キロ、ドリーファンクが105キロと、ドリーファンクの方はウェイトが低いんですけれども軽々と持ち上げますね。そうですね、非常にあの見かけよりも力のある人ですからね。そうですね、寝技になります。ヘッドロックは離しません。ジャック・ブリスコ、これをグリグリと締め上げます。またしてもスタンディングになりました。ボディに一発パンチを見舞いました。ドリーファンク離しません。なんとか振りほどこうとする挑戦者ドリーファンク、チャンピオン離しません。20分が経過しました。 NWA 認定の世界ヘビー級タイトルマッチ、まだ1本目です。60分の3本勝負で争われております。さらに締め上げる両者の背中、ヘッドロックしている方がチャンピオンであります。ジャック・ブリスコ、うまくドロップしました。ドリーファンクジュニア、両者の体勢が離れましたけれども間髪を入れず、またしてもヘッドロック。なかなかね、とっさに出たバックドロップですがね、ちょっとダメージはまだそう大きくないようですね。そうですね、はい、落差もあまり高いところから落ちたわけではありませんね。そうなんです、横へちょっと振るような感じでしたからね、はい、一瞬の隙をついてチャンピオンのジャック・ブリスコ、エルボースタッグであります。どうやら山田さん、勝負の方は長時間にわたるようですね。まあね、20分を過ぎて全く優劣をつけがたいというところから見ますとね、あら長くなりそうですね。そうですね、なんとしてもこの異国日本でタイトルを奪還したいドリーファンクジュニア、もちろん今回の来日は馬場の持っております PWF のタイトルへの挑戦もありますけれども、それよりもむしろドリーファンクジュニア本人といたしましては NWA の世界タイトルを取りたいところであります。フロントヘッドロックです。完全に決まっております。そして首投げに行ったドリーファンク、おっと逆さ抑え込みに行った、カウント2、決まりません。まあ、今なんか一瞬のチャンスをね生かして逆さ抑え込みを狙ったんですけれども、ジュニアのもう非常に反射神経がいいし、まだ力を十分に蓄えてますからね、まあ、この2人なら2時間戦って平気でしょう、はい、両者もスタミナ十分であります。腰投げ、もう1回抑え込みに行くドリーファンク、カウント2。何かこの山田さん、本当に全身が生きていると言いますか、もう五感の感じも鋭いし、肩の動きといい足の動きといい、全てがもう本当に生きていると感じがしますね。文字通りね、これがレスリングだという感じですね、はい、そうですね。しかもこの2人インサイドワークがいいわけじゃなくて、もう
いわゆる生まれついて持った動物的な勘とでも言いましょうか、防御本能というものが非常に発達してますね。ですから頭で危険だ危ないと悟った時にはもう体が動いて防御しているというような感じですね、はい、おっと行きました。テキサス流の回転また先ですね。そうですね。さあどうだ、フォールに行きます。テキサス流の回転また先が出ました。ドリーファンクジュニア、まだ決まっております。肩を必死で上げます。チャンピオン苦戦、この辺りチャンピオン苦戦です。ドリーファンクジュニア、フォールに行きます。これぐるぐる回るとね、また先になりますね、はい、しかもこの形はユリース固め、はい、オクラホマヘイライトですね。そうですね、はい、さあチャンスを使いました。ドリーファンク挑戦者です。あっと力で元の体勢に戻しましたけれども、チャンピオンのジャックブリスコの左の足が完全にヘッドシザース、いやレグシザースで決まっております。この辺りの体勢はドリーファンク挑戦者の方が有利であります。この形になってはちょっと動きが取れないです、動きが取れませんね、はいはい、もうこれを逃れるのはやはり少々ラフファイトに持っていく以外ないんじゃないでしょうか、はい、しかもヘッドロックに来ましたね、はい、苦しいですよ。この辺りは非常に見せ場を作っております。挑戦者ドリーファンクジュニア、しかし山田さん、このタイトルマッチは本当にフェアに行われてますね。気持ちがいいですね、気持ちがいいですね。さすがにね、世界の超大物同士、全く汚いプレーはないですね。苦しくなりますといつもこのトランクスに手をやったりして逃れるもんですけれども、本当にもうこらえております両者。これはデスロックに行きますね、全く恐ろしい逆転ですね、はい、そうですね。これは完全に今度ジュニアの方が危なくなりましたね、はい、ジャック・ブリスクが優位に立ちました。インディアンデスロックの、インディアンデスロック完全に決まりました。強烈に締め上げます。あっと、そして思い切ってブリッジ、インディアンデスロックが完全に決まっております。チャンピオンのジャック・ブリスコ、ほんの数分前まではドリーファンクジュニアの一方的な攻撃だったんですけれども、まあ自分のですね、左足をレッグロックで固められたのを体をくるっと入れ替えて、全く目の覚めるような逆転をやってるんですね。こういうところがやはり頭脳的なファイトと言っていいんじゃないでしょうかね。素晴らしい技です。チャンピオン48代目の NWA の世界ヘビー級チャンピオンジャック・ブリスコ、果敢にインディアンデスロックで相手を痛めつけます。ドリーファンクジュニアの足が白くなってまいりました。あっと今度はうまくタイミングを取ってフォールに行ったドリーファンク、いや、本当にやりますね。全くね、ね形でデスロックやられていながらなおもフォールを狙うと、一瞬の隙にも逃さないと、根性たるや凄まじいですね。本当に高度な技を展開するチャンピオン、そして挑戦者、今度は馬乗りの体勢であります。挑戦者のドリーファンクジュニア、左の腕右の腕を取りました。手首を取っております。さあスタンディングに行くかどうか、手4つの体勢になるようです。力比べになった、どっちが優位に立つか。先にポジションを取ったのはドリーファンクジュニア、強烈な力比べであります。体を半身の体勢、そしてぐわっと持ち上げます。苦しいのはどちらでしょう山田さん。そうですね、今のところねジュニアの方がちょっと受け身に回ってるような感じですけれども、はい、おっと、おっと、うまい、またしても一瞬の隙をついて、ジュニアがねボディシザースです、はい、モンキーフリップをかけたんですけれども、ちょっと不用意すぎたですね、はい、そこのところすぐジャック・ブリスコがボディシザーズ、この辺りの展開の妙というものはもう完全に自分の作戦のペースですね、はい、巴投げに行ってその後ちょっと次の攻撃に移る時間がありましたね、一瞬考えたわけですよね、はい、そうですね。両雄相譲りません。
NWA 認定の世界ヘビー級タイトルマッチ。左の腕を捕まえに行きます、ドリーファンクジュニア。しかしチャンピオンジャック・ブリスコ、両足がボディに絡まっておりまして、強烈なボディシザース、これは離しておりません。やっとね、両雄の体にうっすらと汗が滲んできた。そうですね、まあ、このあたりでスタミナの問題が出てくるんですが、やはり勝負はここからですね、はい、この日本でどうしてもタイトルを奪還したいドリーファンクジュニア、約8ヶ月間は無冠の帝王であります、ドリーファンク。昨年の5月の24日まではハリーレースに敗れるまで4年3ヶ月世界チャンピオンに君臨しておりました、ドリーファンク。さあ、挑戦者が優位に立ちました、挑戦者が優位に立ちました。ボストンクラブの体勢ですけれども、どうでしょうか。力入ってますね、力入ってますね。さあ、相手を回転させてボストンクラブの体勢に行こうとするドリーファンク。あーっと、すごい投げ飛ばした。さあ、もう一回いきます、ドリーファンク。ロープまであと30センチ、ボストンクラブに行く、ボストンクラブに行く、ドリーファンク。30分が経過しました。チャンピオン苦戦であります、ジャック・ブリスコ。しかし力のあるドリーファンク、おっと、体を2回転させてドリーファンクを3メートル近くニュートラルコーナーに飛ばしました。まあ、あの技をかけられたらものすごく痛いわけですよ、はい、それをあえて振り飛ばすなんて底力は大変なもんですね、はい、腰を痛めておりますジャック・ブリスコ、ベアハッグに行きますドリーファンク。全ての技を駆使して何としてもタイトルをもぎ取りたい挑戦者のドリーファンクジュニア。両者からうっすらと背中あたりに汗が浮かんでまいりました。フェアに分かれます、挑戦者がドリーファンク、チャンピオン防衛戦を迎えておりますジャック・ブリスコ。30分を経過したんですけども、山田さん、まだ1本目の勝負がつきません。お互いにね、自分のペースをまだつかめないでいますね。あ、つまり、あの、相手のペースにならないようにお互いにビシッビシッとそのポイントを切ってるわけですよ、はい。いやー、すごい力です、素晴らしい力、両選手の腰のバネ。またしてもフェアに分かれました。場内静まり返ります。大阪市東淀川体育館、リング上は NWA 認定の世界ヘビー級タイトルマッチ、チャンピオンがジャック・ブリスコ、挑戦者がドリーファンク・ジュニアであります。左右を入れ替えます、腕をハンマーに決めた挑戦者のドリーファンク。30分を経過したところで、山田さん、スタミナの点ではどうでしょう。まだ全く両選手ともに消耗してませんかね。はい、まだ大丈夫ですね、はい、しかしこのあたりからそろそろこういった痛め技をやられると極度にスタミナが落ちていくだけに苦しいですね。今のダブルアームロックですね。はい、そうですね、足が天井を向いておりますジャック・ブリスコ。左右の腕を取ってダブルアームロックに行っているのがドリーファンク・ジュニアであります。サーフボードの体勢になりました、サーフボードの体勢になりました。さらに力を加えます、挑戦者ドリーファンク。これはね、首、肩、腕、もう全てをね、痛めつけられるんで苦しいですね。そうですね、力いっぱい自分に引き込もうとするドリーファンクジュニア、足をかけました。チャンピオンジャック・ブリスコの表情をご覧いただきましょう。苦痛の表情です。さあ、力で自分の体勢に持っていくことができるかどうか。またしても手四つの体勢、素晴らしい力比べです。両者の背中はもう真っ赤であります、胸元にはうっすらと汗がにじんでまいりました。
1本目の肩がつきません。ああいうふうに手四つの体勢で力比べを見ておりますと本当にこの彫刻のような体つきですね。素晴らしいですね、決してね大きいとかなんとかということじゃなくて要所要所の筋肉が文字通り生きてる感じですね。山田さん体を入れ替えましたね、ついに逆転ですね。逆転ですね。サーフボードの体勢、両手を思い切って引っ張って背中に2スタンプ。どちらかというとジャック・ブリスコの方がですね、はい、性格的にちょっと荒いんですよね。さてスープレックスだ。どうだ、あーっと効きません。持ち上げることができません。ドリーファンクキャンバスにぴったりと足をつけてこれを踏ん張りました。チャンピオンのジャック・ブリスコ、最近はあのスープレックス非常にねジュニアが得意技にしてますだけで、あれちょっとかからないのはね心理的に苦しいですね。やがて40分にならんとしておりますけれども両者の胸中はいかがでしょうね。山田さん、まずチャンピオンの方はどうでしょうか。相当ね押されてるだけにですね、まあ苦しいという一言に尽きるでしょうね、はい、でしかもジュニアがですね全く退きを見せてませんね、今35分を経過したというアナウンスがありました。さあ両者の動きが速くなっております。ジャンピングジャック・ブリスコ、フライングドロップキック、両肩を捉えました。そして巻き投げ、さらに左の腕を固めます。ジャック・ブリスコです。今見せた一連の攻撃ですね、ドロップキックから跳ね返るのを利用しての巻き投げ、そして腕殺しと、ワンツースリーというテンポリズムがもうピタッと決まってますね。はい、そのドリーファンクジュニアが勝つためにはそのジャック・ブリスコの電子計算機のようなパターンをですね崩さなきゃいけないですね。そうですね、もちろんどっかで切らなきゃ。ああいいですね、飛び上がったところフライングボディシザースに行きます。ドリーファンクさすがに試合巧者、アメリカマット界の三強の2人、ジャック・ブリスコ、ドリーファンクジュニア。アームバーに行きます。これでぐーっとキャンバスに下ろしますと十字架固めということになりますかね。そうですね、いわゆるクリスフィックと言ってますけれども、はい、今ジュニアは首をうまく攻めてますね。そうですね、このタイトルマッチの前半は足を殺しておりました挑戦者のドリーファンク、35分を経過したところから上半身の攻め、特に首の根元あたりを痛めつけております。ドリーファンク頭の中にはどういう作戦を描いておりますか。頭脳的なプレイヤー挑戦者のドリーファンクジュニア、ちょうどこれはフルネルソンと同じような効果をね、はい、出してまして、はい、非常にこれは背骨を痛めつけてますから効果的ですね。両方の手を取りますドリーファンク、ハンマーに決めました。左の腕をハンマーに決めております。右の手が空きましたジャック・ブリスコ、そして立ち上がる、両者がスタンディングのポジションを取りました。腕を背中に回ります、回しますジャック・ブリスコ、ショルダーアタックですけれども、おっと入りました入りました入りました、コブラツイストに入った。山田さんどうでしょう、完全に入ってますかね。苦しいですね、苦しいところですね。まだダメのようです。もう少し体を起こせばですね、もっと効果がありますね、はい、うまいタイミングを捉えましてコブラツイストに行きました。さあ苦しくなりました挑戦者のドリーファンク、背中が斜めに曲がっております。そこから汗が滴り落ちます。挑戦者のドリーファンク、ジュニアはね、自分の体を低くして必死にこらえてるんですよ。はい、天を仰ぎましたジャック・ブリスコ、
果敢にコブラツイストで痛めつけます。ジェリー・マードクレフィーがドリー・ファンクジュニアにギブアップかということを聞いておりますけれども、とんでもないというようなジェスチャーを見せました。 NWA 認定の世界ヘビー級タイトルマッチ、1本目がまだついておりません。非常に長い時間の対戦となっております。ジャック・ブリスコ対ドリー・ファンクジュニア、コブラツイストを決めました。チャンピオンのジャック・ブリスコ振りほどいた、力で投げ飛ばすドリー・ファンク、拍手が起こりました。大阪市淀川体育館、しかしかなり背骨をやられてますのでね、苦しいですよ、苦しいですね。必死の勢いでロープに逃れましたドリーファンクですけれども、離しません。ジャック・ブリスコが離しません。馬乗りの体勢になりましたチャンピオン。今のね、攻撃を耐えることでね、ジュニアは一気にスタミナを失ったような感じがしますね。そうですね。それだけにこの後のブリスコの攻撃をよほど用心しないと一本取られる可能性が出てきましたね、はい、ロープまであと15センチ、手を伸ばそうとすると首を締め上げます。チャンピオンのジャック・ブリスコ、これまでにハーリー・レイス、キニスキー、ルー・テイズ、そしてテリー・ファンク、バレンタイン、マクダニエル、そういった数々の強者の挑戦をことごとく退けておりましたジャック・ブリスコ、ヒップドロップ背中に一発見舞いました。チャンピオンジャック・ブリスコであります。まあジュニアとしてはね、もうここのところはロープブレイクを狙って逃げたいところなんですが、はい、なかなか離しませんね、はい、あっとやっとの思いで投げ飛ばしました。両者が離れました。しかしすかさずチャンピオンのジャック・ブリスコが攻めに行きます。エルボースマッシュ、ボディースラム、かなり落差があります。背中をしたたかと打ちました挑戦者のドリーファンクジュニア、ちょっとやや動きが止まったようです。足をうまくかけてポールに行ったチャンピオンのジャック・ブリスコ、ヘッドロックの体勢です。さあどういう技を持っていくか、レッグブリーカーに行った、さあどうだ、ポールに行く、カウント2、ドリーファンクの動きが止まったのを見定めております。チャンピオンのジャック・ブリスコ、パンチ攻撃です。そして足を取りました、ボストンクラブ、ボストンクラブに行く、決まるか、ボストンクラブに行った、さあドリーファンクが危なくなりました。背中はもう真っ赤です。拳で一生懸命こらえようとする挑戦者のドリーファンクジュニア、あった、素晴らしい足の力、ドリーファンクジュニア、そして腰のバネ、あっとアトミックドロップ決まるか、カウント2です。山田さん、はい、チャンピオンジャック・ブリスコの技が冴えてまいりましたね。いよいよ出てきましたね、出てきましたね。かなり動きが活発になりました。しかしジュニアのディフェンスぶりもさすがなもんですね、はい、ドリーファンクちょっとグロッギー気味であります。エルボースマッシュ、ジャック・ブリスココーナーから逃れることができません。挑戦者のドリーファンクコーナーポストに背中をしたたかと打ちつけました。この辺りは独壇場、チャンピオンの独壇場、今度は反対だ、うまく逆を取りました。ああ、カンのエルボースマッシュ、ドリーファンクに勝った、エキサイトしたドリーファンク、ああと強烈です。体全体を相手の体重に乗せました。そしてスープレックスに行く、どうだ、決まるか、どうだ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 、かなり落差のありますスープレックス、カウント、カウント3、挑戦者1本目を獲得、挑戦者が1本目を獲得しました。ドリーファンクジュニア、チャンピオン危うし。60分の3本勝負、1本目は43分を経過したところでドリーファンクジュニア果敢なスープレックス攻め、見事に決めました。やりましたね、決めましたね、ま
全く全然隙のないね、一連の流れのある攻防、はい、その中でね、得意技のスープレックスを決めたあたりのジュニア、あの頑張りズムは大変なもんですね。はい、タイトル奪還はもう目の前であります。ドリーファンクジュニア、60分の3本勝負1本目チャンピオンを破りました。ドリーファンクジュニアであります。さあ2本目からの勝負はジャック・ブリスクは今度は果敢に来るんじゃないでしょうかね。ただね、今のね、非常にあの背中と腰を打ってるだけにですね、はい、ダメージがあるんで、どういう攻めを見せるか、この辺が大きなポイントの分かれ目になりますね。はい、1970年代フォークソング全盛の時代、そして私の青春時代、あの素晴らしい愛をもう一度を始め、フォークの代表曲だけを集めました。グッデイズ70年代フォークベストヒットコレクションです。橋田紀彦とシューベルツの風をはじめ、シモンズ、かぐや姫、イルカの名残雪、井上陽水、小倉慶、加藤時子、青い三角定規の太陽がくれた季節、吉田拓郎、ガロ、バンバンなど、あの懐かしい名曲だけを CD5 枚に詰め込みました。セブンティーズフォークベストヒットコレクション、グッデイズ、通販限定にてお届けします。お支払いはわずか3300円の4回払い、一括のお値段は12600円。お申し込みは今すぐ0120-329-310 BMG ダイレクト。地球から小児麻痺をなくしたい、人類の夢があと一歩で実現できそうです。2005年ポリオ撲滅、僕ドラえもんも協力しています。本当にあと一歩なんです。白血病ということを聞いたときに、谷口さんには必ず夢を見させてあげるから頑張れよと。本当人生の最高のプレゼント、本当に生きててよかったなって。この縦島で、この甲子園で、みんなの前で胴上げされたかった。夢、希望叶えてもらったんだから、今度は私が奇跡を起こす。決して諦めない。さあ山田さん、1本目はドリーファンクが見事なスープレックスで1本目を取りましたけれども、両選手の山田さん、表情をちょっと見比べてください。こちらが1本目を取ったドリーファンクです。これはね、なんて言っても心理的にドリーファンクジュニア有利なんですが、とにかくブリスコの目つきが変わってきましたね。素晴らしい、なんていうかもう燃えるような、下から見上げるあのマナクはすごいですね。目が光ってまいりました。チャンピオンのジャック・ブリスコ、2本目のゴングが鳴っております。山田さん、リングサイドに今のスープレックスを見てたジャンボ・ツルタ選手がもう本当に驚きの声を上げてましたね。そうですね、やはりね、そのいい意味での師匠であるドリーファンクジュニアのあの冴えた技を見て、鶴田はもう飛び上がってましたね。そうですね。さて2本目が開始されました。なんとしてもここ一番、ジャック・ブリスコとしては負けられません。この2本目をドリーファンクジュニアが取りますと、8ヶ月ぶりにタイトルを奪還することになります。ドリーファンクジュニア、なんとしても勝ちたいところ。もうチャンピオンのブリスコとしては後がないですからね、はい、一歩も後に引けません。 NWA 世界ヘビー級チャンピオン、ジャック・ブリスコであります。またしても力比べになっております。一本目、高々と背骨、腰のあたりをキャンバスに打ち付けられました。ジャック・ブリスコとしてはあまり力が入らないところでありますけれども、今度はパンチでいく。パンチとエルボースマッシュの複合。背中をエルボードロップで打ち付けました、ジャック・ブリスコ。ブリスコの攻撃がね、はい、どうやら自分のペースであるラフにやや近くなってきましたね。突破口ですね、あれは、はい、一種のタイトルを取って初めて
日本にやってまいりました、チャンピオンのジャック・ブリスコ。しかし山田さん、この2週間にわたります新春の NWA シリーズ、敵が非常に多いわけですから、コンディショニングの調整もさることながら精神的な重圧というものはもう大変なもんでしょうね。とにかく自分以外は全部敵、はい、外人同士、日本人同士、あるいは日本人対外人、こういうもうどのカードを見ても文字通り黄金カードですからね、はい、さあジャック・ブリスコが当たりました。しかしドリー・ファンク・ジュニアも負けておりません。あと1本取ればタイトル奪還になります。タイトル奪還になります。エルボーの応酬、エルボーの応酬、顔面にヒットする。ジャック・ブリスコのエルボー、ドリー・ファンクも打ち返す、果敢に打ち返す。ダウンであります。チャンピオンがダウンであります。場外に逃れましたジャック・ブリスコ。ドリー・ファンクの動きも2本目1本目以上にさらに良くなってまいりました。今のあのドリーファンクジュニアが見せたね、鋭角的な肘打ちですね、エルボースマッシュ。これはあのジャイアントババ選手でさえもね、あの一発を食うともう頭がグラグラすると、あれをあ何発も食っちゃさすがのブリスコだってたまりませんね、はい、さあ今度はロープに飛ばして、エルボードラップです。ホールに行けば行かれるんですけれども、ホールには行きません。もう少し、相手の動きを止めます。エルボースマッシュ、果敢のエルボースマッシュ。そして動きが止まったところで、あっとカウント2です。シュミット流のバックブリーカー、ちょっと浅いですね、まだ浅かったですね、はい、いい攻撃パターンでした。ドリーファンク果敢に攻めまくる。危ないですねジャック・ブリスコは、もうあと一息ですね。今度はまたしてもスープレックスに行く、なんとか抑え込んだ。そして逆さを抑え込みに行く、カウント2だ。うまく逃れたドリーファンク、これはやったとばかりジャック・ブリスコ。しかしそれ以上の技術を持っておりますドリーファンクジュニア。2本目は一進一退の攻防です。全く予断を許さなくなりました。どちらかと言いますと1本目を取っておりますドリーファンク、タイトル奪還が近くなっておりますけれども、しかしジャック・ブリスコ何としても負けられないところでしょう。2本目もジュニアがぐんぐん押し気味に試合を進めてますね、どちらかと言いますと山田さん、ドリーファンクのペースじゃないでしょうかね。そうですね、もう今のところそういうペースと見ていいでしょうね、はい、ヘッドロックの体勢です。しかし左の太ももに手をかけましたジャック・ブリスコです。この新春チャンピオンシリーズ、 NWA のチャンピオンシリーズ、ババ選手がジャック・ブリスコに挑戦して引き分け、ハーリー・レースが挑戦して引き分け、2連続防衛を果たしておりますジャック・ブリスコ。しかし今日の試合が一番苦しいですか。あ、もうこれね、ジュニアに対しては心理的に苦しいですよね。さて、さあ回転エビ型に持っていく、あーっと、もう一発だ、あーっと、危ないシーンを自分のものにしようとするドリーファンクジュニア。ジャック・ブリスコも驚いたような表情です。左の巻き投げです。世界一のレスラー同士の対戦、ジャック・ブリスコ、ドリー・ファンク・ジュニアの NWA 認定の世界ヘビー級タイトルマッチ。
リングサイドにはジャンボ鶴田選手が一心にこの両選手の技を見ております。研究しております。ご覧の選手がジャンボ鶴田、またしても左の腕を果敢にロックに固めます。チャンピオンのジャック・ブリスコ、そして全身を利してからねじ上げます。ショルダーアタックです。ジャンプトリーファンク、両者が正面衝突、カウントが続けられます。ジェリー・マードック、さあ先に立ち上がるのはどちらか。このタイトルマッチは NWA 日程のルールで行われております。2本目フラフラになりました。チャンピオンジャック・ブリスコ、そしてエルボードロップ脳天に打ちつけました。ドリーファンク、ここで抑えればタイトル奪還なります。カウント2、あ、カウント2です。あと一歩、あと一歩、ドリーファンク、ジャック・ブリスコ苦しくなりました。この選手は苦境に立つとどうなんですか。いやー、根性ありますからね。根性ありますか。まだまだ油断できません、はい。さあブレンバスターが決まった、完全に決まりました。ブレンバスター決まっております。サードだ、カウント、おっと左の足をロープに投げ出しました。ちゃんと距離を測っておりました、ディスタンスを取っておりました。チャンピオンのジャック・ブリスコ、今は決まったかに思いましたけどね。もう完璧な体勢でしたね、あの非常にねパイルドライバーの体勢が良かったですからね、はい。ジャック・ブリスコが怒りました。足を取りに行く、足4の字に行ったようです。フィギュア4レッグロック、山田さん入ってますか。入ってます、入ってますね、はい。フィギュア4レッグロック、痛めつけるチャンピオン、2本目取るかどうか、2本目取るかどうか。ドリーファンク、どうだ、悲鳴を上げております。普通な声、ドリーファンクジュニア、まだ頑張る、まだ頑張る、頑張る頑張る挑戦者、ドリーファンク頑張る。しかし苦しい。さあ力いっぱい締め上げます。足4文字固め、フィギュア4レッグロック、決まってます、決まってます。2本目、あとゴングを要請した、ギブアップ、ドリーファンクジュニアギブアップ。1本を返しました、ジャック・ブリスコ。ジャック・ブリスコ1本を返しました。1対1、さすがにチャンピオンですね。本当にね、あのドロップキックを言ってから全く一瞬のタイミングを捉えて、はい、あの今の場合はねちょうどあのサウスポーズが逆の左足取りから入りましたね、はい、足4の字。よくしかしジュニアがあそこまで頑張ったんですが、はい、もうひとひねり体の回転があれば逆転できましたね。そうですね、非常に惜しい1本だと思います。さて NWA 認定の世界ヘビー級タイトルマッチ、ジャック・ブリスコ対ドリーファンク・ジュニアの3本目が開始されました。1対1です。1本目はスープレックスでドリーファンク・ジュニア、2本目はジャック・ブリスコ、フィギュア4レッグロックで1対1。3本目の勝負です。エルボースマッシュ、左で打ちます。ジャック・ブリスコロープに持たれます。ドリーファンク、両者が場外になるか。しかしチャンピオンが場外に落ちました。まだロープが揺れております。3本目の勝負、カウントが続きます。ジェリー・マードックのカウントが続きます。早くリングの中に入らないといけません。3本目です。
背中も汗でびっしょり、腰を押さえながら今エプロンに這い上がりました。チャンピオンのジャック・ブリスコ待ち受けております。ドリーファンク、しかしロープの外からボディーブロー、そして逆さを押さえ込みに行きます。またしても足4の字に行くか。先ほどはこれをうまく決めましたジャック・ブリスコであります。あっとバックドロップ、頭を打ちました。チャンピオンのジャック・ブリスコ、ドリー・ファンクもちょっと疲れましたけれども、フォールに行きます。フォールに行った、フォールに行った、ダメだ。カウント2、素晴らしい盛り上がりを見せております。 NWA 認定の世界ヘビー級タイトルマッチ、2人にあのスタミナの衰えが見られないですね。はい、全身をぶつけますドリーファンク。これまたカウント2です。場内騒然としてまいりました。3本目の勝負、日本でタイトルを奪還することができるかドリーファンク。あと1本取ればドリーファンクタイトルを奪還できます。ジャック・ブリスコもあと1本取ればタイトルを保持できます、防衛できます。ああ、指輪のために入りましたね。はい、そうですね。しかし山田さん、この両選手の対戦、これまでにいくつくらいの技を出しましたかね。もうちょっと ね、出場できないですね。さあ両選手の3本目、動きが速くなりました。これは自爆です。フライングドロップキック、自爆。やや前半に比べまして動きが鈍くなりました両者。ユリース固め、回転しております。素晴らしい技です。またしてもカウント2、ありとあらゆる技術を駆使しております両者。前回転を見てたんですが、ブリスコの頑張りが効いたですね。はい、さあまたしてもコブラツイストに行きます。今度は反対にブリスコがコブラツイスト、また反対だ。ドリーファンクが取るか、ドリーファンクが取るか。ロープの外に放り出されましたチャンピオンのジャック・ブリスコ。3本目の試合が展開されております。ロープの外はブレンバスターですね。ブレンバスターですね。両者キャンバス上に大の字、ブレンバスターをかけた方がドリーファンクジュニア。そしてカウント、必死の思いです。チャンピオンのジャック・ブリスコ、一本取られるとタイトルを奪われます。ジャンピングエルボー、足を取りに行きます。スピニングトーホールド入りましたね。はい、スピニングトーホールドです。これが18番技ですよ。あーっと返した、回転足首固め、いいところで出ましたけれども、またしても行くスピニングトーホールド、動きを止めた、絞り上げる、回転する、ドリーファンクが回転する。あーっと時間切れ、ゴングが鳴りました。勝負つきません。1対1の引き分け、1対1の引き分け。しかし、ね、60分3本勝負、この試合ね、結果は引き分けに終わりましたけども、はい、もう内容的にはジュニアの勝ちていっていいんじゃないでしょうかね。素晴らしいジュニアの攻めですね。ジャック・ブリスコ防衛になりました。しかし危ないところもありましたね。そうですね、まあ、とにかくね、技の数なんか数えきれないし、最後に見せたあのジュニアの足殺し、はい、まさに素晴らしいという一語につきますね。そうですね、あとね、本当に5秒かそれぐらい時間があったら勝ってましたね。そうですね、長崎大会で馬場と引き分け、広島でハリー・レイジと引き分け、そしてまた今夜ドリーファンクジュニアの挑戦を受けまして引き分け、3連続防衛を成し遂げましたジャック・ブリスコ。